これもカムコさんの商品なんですけども、これがなかなか素晴らしい、中盤サポートという商品名になってますけども、エキゾーストパイプですね。中盤サポートって何？タービンと触媒までの間のサポートパイプっていうことなんですが、2本が1本になる部分と、こう集合部分ですよね。でこの集合部分までの長さが同じもの、頭頂って言い方してるんだけども、頭頂タイプがいいということなんですが、自分たちのテストでは頭頂タイプもこのような頭頂じゃないタイプもそれぞれに、効果は絶大です。ノーマルよりもはるかに太いし効率がいいっていうわけですね。あれ、これはノーマル？これノーマルです。で脱着はですね、フロントタービン側、ナットが4つ、リアが2つですね、合計6箇所、そのボルトナットを緩めれば交換できます。はい、なんか簡単に外れちゃった。うん、割と簡単ですよ。作業はすごく単純でもね、やっぱりこうやってリフトアップしないとやりにくいかな。うん、これがタービンの出口からの部分だよね。ちょっとカーボンがついてますけど、こんなもんでしょう、ね。まあ、タービンが2つですから、フロントのタービンとリアのタービンとついてる位置が違うから、当然パイプの長さも違ってくるわけですよ。で、2番サポートパイプを差し込みます。なんか苦労してる。すみません、苦労してるのは私です。一発で入るはずだったんですけどね。でもそんな難しくはないんで。うん、うん、あ、また外してる。うまく入れ。お、入った入った入った。でボルトナットはもちろん再使用です。でね、これまだね、エンジンが熱い時とか、うん、走ってきたばっかりの時の交換は絶対避けること。熱い？もちろんそうだし、あのナットがすごく熱持ってるでしょ、うん、で緩める時に緩まないのね、なかなかね。あー、変形しちゃう。そう、ネジ山がすごくこう食ってっちゃうっていうか、変形しやすくなるんで、常温になってから作業した方がいいみたい。うん、マフラー系は全てそうだね。エキゾースト系というか、熱い時はだから作業しないの、それが一番。でもどれぐらい経ったら冷えちゃうんだろう。そうね、やっぱり1時間、うん、1時間以上は待ってほしいな。冬場だとまあ30分以上、うんうん、それでも暑いよ。うん、うん、だから冷やすために潤滑剤なんかぶっかけてね、うん、うん、やるけども。え、それってオイルってこと？うん、CRC とかさ、556とかさ、商品名言っちゃったけど。そういうスプレー使っても効果的。裏技ですね。そうそうそう、だけどすごいよ、蒸発してブワーって煙になるよ。へえ、うん、あ、やろうと思えば火つくからね。火炎放射器になるからね。そんなにブワーって、うん、一度試してみたいですね、それ、うん、あの嫌な男に対してさ、ライター持ってバーってやるとさ。あ、じゃあ今やりたい、それ。何、俺のこと？え、そこは言わないけど。ひどい人ですね。まあそうだろうとは思っていたけど。はい、マフラーの交換です。これ触媒の部分ね。これもネジ外していくだけで取れちゃうんですか？そうそう、ボルトナットを外して、あとあのゴムで吊るされてるから、それを部分的に外したりね、
します。まあサブ太鼓、なんで太鼓って言うんだろう。太鼓みたいだから。そっか、すごい単純。でもノーマルってかっこ悪いですね。うん、かっこ悪いよ、すごく重いし。これゴムの部分にあのボルトがこう刺さって吊るされてるわけですよ。うん、でもなんでここゴム使うんですか。うん、やっぱり振動でしょうね。エンジンからの振動がずっと伝わってくるもので、うん、あのボディに伝わっちゃうでしょ、うん、直接鉄板だと、うん、だからゴムにしとけばその振動が伝わりにくいんで、うん、だみんなそうなってますよ。あれも流用していくんですか、交換するときって。そう、元のパーツを使って、接続します。だからレースカーなんてさ直接ついてることがあるから、うん、なんかビビるのなんて当たり前じゃない、うん、ミミミミミミミなんて落として走ってるよね、うんうん、乗っててもその音聞こえるでしょ、うん、でもやっぱりストリート走る車はそれじゃ困るから、やっぱりその振動を軽減するためにはゴムとかね、アンダーコートとか、うん、内張りとかマットとかいっぱいついてるわけよね、うん、なるほどね、うん、またエンジンの振動がそのまま来るからプラプラついてる方がトラブルないよね。うん、あれががっちりついてたら逃げ道がないから、パイプがパイプにクラックが入ったり割れたり同じかするよね。で R32 の場合なんですけども、今あのブラケットの部分を外してます。でここはマフラーとブラケットの間にゴムがあるんですけど、ゴムを外してるとすごい大変、手間かかる、うん、だからブラケットとボディの接続部分をボルト1本ナット1個、この2つで外しちゃいます。今やってること。そうです。でもボルト外したからってボコッと落ちてくるわけじゃないんだ、マフラーって。いや落ちてくるよ。落ちてくる、落ちてくる、危ないんだよなんやこの2人、みこしかついでるみたいですね。面白いな。それでね、今言ったブラケットを移植して、取り付けるわけです。ブラケットもボルトもナットも流用ということですよね。うん、全部流用です。マフラーってやっぱり2人作業じゃないと無理ですか。一人でもできなくはない。これもすでに前と後ろのマフラーを組み合わせた状態で、取り付けようとしてるから2人必要だったと思う、はい、まあ、作業性がこの方がいいですよね。うーん、でもどちらにしてもさっきも言ったけどもリフトアップしないとやりにくいだろうな。でしょう ね、 一家に1台二重リフトなんて、そんなもん入れられたらすごいですよね。うん、まあ無理だろうな。リフトを使わずにやる方法っていうのは他にないんですか。うん、ジャッキアップして馬かけてできなくはないけども、うん、ちょっと大変かもしれない。うん、車と地球とのスペースがあまりないんで、うん、少ない場合はしょうがない、うん、しょうがないね。クリアランス確保したいよね。